直久です。よろしくお願いします。大勢おいでいただいて恐縮です。なんかね、来てもらったからには喜んでもらえるものができたらいいんですけど、別にお芝居する人間とか歌を歌うのは好きなんですけど、本当は、やりたい気もしますけど、また後で今日じゃないですけどやりますが、今日は今まで、僕の絵を描くやり方とか何とかやったんで、なんか違うことしようと思って何がいいかなと思ったんですが、今回この会場に小さい女性の絵がいっぱい出ております。会場展覧会、若い方もおいでになるし、ちょっと思いつきでこう描けるような小さい絵、しかも僕の作品の特色がよく出てるものがあったらいいなと思いまして、これシリーズで作ってあったんで持ってきました。どういうシリーズかと言いますと、大きい絵の、例えばこの絵ちょっと今光ってますけど、ここに女の子がいるんですが、こういうのを人物の部分だけをデータで取り出しまして、それで版画に作ってるわけなんです。だからここにある絵はみんなどれもこの縦長の小さな女性の絵ですね。大きい作品からその部分だけ切り出して版画にしてある、版画で要するに最新の技術でプリントしてあるんですね。でそれだったらこの絵の部分じゃないかといって、実はそれ切り出した時点で結構凝ったことしてまして、構図の悪いところ直したり、この女の子もうちょっと髪の毛横に広げた方が良かったから直したりですね、ちょっとこう便利を出したりいろいろしてるんです。それで、いらないところを消したりして、こうある絵によったらもうほとんど全然ベストになってるのもあれば、まあ全然ベストまではいけませんけど、かなり違ってるのもあれば、ほとんどそのままのものもありますが、今回はそこの後ろ、また後でご覧になっていただいて、ケンチャといってお茶を持ってる女の子の絵があって、僕実はお茶好きで表千家の免許を持ってましてね、お茶の絵は前から描こうと思ったんですけど、最近また、ちょびちょび立ててるんで、あの絵なんかは結構手が入ってます。大きな絵の中で木陰にいた子なんで、もっと暗いこう中にあったんですけど、こう色を足したりできるんですね、今フォトショップとかソフトで、はい、で、ここに持ってきてますこの絵ですね、今スクリーンに映してもらってますけど、これはモデルさんを描いたものなんです。モデルさんというか普通、普段の職業は普通に職業を持っている人です。着物の販売とかしてあるんですけどね、プロのモデルさんじゃないんです。プロのモデルさんも実は描かせてもらったりしてるんですけども、今回は最近特にこの方と、それからもう一人あそこに役の人とかを描かせてもらってるんで、そっちを持ってきます。これですね、これはサラサラと書いてあっていいですよね。自分の絵でいいですよ、ラプテルの天気ですけど、そこで言っとくと面白いと思うんですけど、絵は僕実は絵描くの好きなんですよ、当たり前ですけどね。絵描きさんって絵描くの辛いっていう人あるでしょ。僕は全然辛くないっていうか、描いてるの楽しいんです。むしろ展覧会するために描くのやめて出てくるのがね、ちょっと絵、もういかんないあんのっていう感じですね、いつも。で絵描いてると機嫌が良くって、ダジャレ言ってゲラゲラ一人で笑ったりしてる、一人で笑いません、娘の品種を買ったりしてるんで、家内なんかが僕が鬱陶しい顔してまたなんかこうぐずぐず言い出すと、そろそろ絵を描いた方がいいんじゃない、絵を描くとこう機嫌が良くなってきて、あ、俺って意外とうまいなとか自分で思うんですよ、描いてると気楽な性格で、それでできたら、ほらこれいいなとか上さんに見せに行ったらですね、そうねとか言ってあんまり気のない返事して、でモデルも近所にその女性が一応いるわけですから、描かせてくれって言うんですけど、うちの奥さんは私自身は両方もスタイルも自分の理想と違うから描いてほしくないって言われてまして、で高校の先生してたり、まあ今でも店内がいろんな方いらっしゃるんで、描かせてもらえますかって頼んだら、結構皆さんいいですよって言ってくださるんで、描かせてもらってるうちの、この人は高校の先生してた時の教え子の人で、ちょっと今仕事を自分の自由の時間になる仕事できたからできますよって言ってくれたんで、頼んだんです。
社交ダンスが趣味で競技ダンスしてはるんで、こう体しっかりしてて姿勢がね、姿勢の人が姿勢は変ですけど、姿勢の人はいいですね。それで、こういうふうにあの絵の具使ってちゃんと描くときもあります。それからこっち側はあのサラサラと多分10分ぐらいだったと思うんですけど、早いのはもう本当に3分で描きます。じゃあこういう作品になる絵はどうして描いてるかと、モデルさんをこの格好で座ってもらって描くんだとか言いますと、あのそうではないんですね。意外に僕の場合は絵の中に必ず人物が入るので、絵が風景がほとんど全部仕上がってから人物をそこに合うように入れるんです。だから僕の絵にある人物はモデルはもちろんないし、ポーズも描くまで決まってないんですね。で昔の有名な絵描きさんだったらポーズをスケッチちゃんとして、きちっと詰めてから描くんですけども、僕の場合は描くまでわからない。でそれがあの宮崎駿さんと意気投合したところで、宮崎さんもあの作品作るときに、結末決めないで映画撮り始めるんですね。でそれも実写なら最後のシーン変えたって撮り直せますけど、アニメだからそれできないんですよね。一回作って変えてしまったものもったいなくて潰せないから、で、撮っていってちゃんとやって2時間の映画になるんですよ。だから高畑さんに、あのやり方は面白いですねって言ったら、高畑さん、あんなのむちゃくちゃですよって言ってました。あんなことできませんよ、あれ天才ですよ、高畑さんが言ってました。高畑さんもそうとは思うんですけどね。まあそんなんで僕と似てるのは、その作品を作るときに計画性がないと。僕人生も計画性ない方で、やっていってその場にならないとわからない、赤毛なんで次のコーナー回ってみないと自分の人生わからないっていうのがありますから、あれなんですね。それで絵の中に人物描くときも、まあ実際はもっとこれより出来上がってますけども、かなり画面がこう混沌としてたり、後ろになんかいろいろあったりして、どこに入れたらいいか分からないようなところにこう人物をはめ込んでいくわけです。ではめ込んでそのシーンにふさわしい形になるように作るわけですね。でこれ見て、まあ、例えばこれが何かの絵の途中で、これがこれちょっと見ると木がこう茂っているようにも見えるんで、そういうシーンと考えてもいいですし、これ逆さまにしてこれでもいいんですけど、本当は横で描く絵だったつもりだったんで、これでいきましょうか、ね、これに人物入れるとします。だから今モデルもなしに計画もなしに、ちょっと人物を入れる工夫を10分間ぐらいでやってみます。やってみます。できるんですかね、できなかったら俺はやっぱりできないんじゃないか、面白いですねとか言ってごまかすんですけど、ごまかしてないです。まあそういう人生なんです。じゃあここに人物入れます。何色で描いてもいいんですけど、意外に赤とか派手な色で描いておくと面白いんです。ここ人物入れますけど、普段はあっちなんですけど、この絵横にしてこれぐらいの下で描くんですけど、今日は皆さんに見てもらいやすいようにここにいっぱいで描こうと思ってます。ちょっとこの角度もったいないですね。これちゃんと出来上がったら何十万で売れる絵なのに。でもこれ逆に仕上がればすごいですね。今まで描いたことない、こんな大きい人物描くことになりますから。それはいいかもしれません。わからないけども、人前でまずしたことないことやってみるという呆れたおじさんですが、頭から描きますやっぱり。どういうわけか、頭描いてどっち向いてるかを、どっち向いてるのにしましょうかね。今あそこに映ってますから、もうちょっと大きいんでしょうか。クロッキーだとこういうスケッチだと、もう画面のほとんど上の端から描き始めるんです。あの余白を取る意味がないから。でもまあこれは絵の具使って描くからこれぐらいにしましょうか。頭これぐらい、後ろはあんまり見えません。もっと濃く描きましょうかね。この辺、これ今頭です。頭の形決めてます。どっち向いてるかまだ決まってないです。それからそう10分ぐらいっていうのか、10分ぐらいの感じでいきましょうかね。それ次は首と肩です。女の人結構首長いですね。首長い、こうしたらこっちも口向きになりますね。首の向き決まったから、ね、そしたら首の向きが決まったら、もう顔の向き決まるから、もうこうなってしまうんですよ。だから人間の体で一箇所決まると他の部分がどんどん決まってくるんです。で最後これもここに頭できたからにはね、足はここから降りたこの底辺のこの辺の中に入る意味以外にもないんですね。重心が足のこの4つ
かかととつま先の間に入らないと立てませんから、だから姿勢って結構ね、制約があるんです。それが面白いんですけど、それでこの前このことで言うのは何かな、ドワンゴのなんね、タワーカンがちょっと言ってしまいました、ね、宮崎さんに CG で人物こんなに動かしたら動かせますよって言って宮崎さんが怒ってしまったという思いをしてほしいんですけれど、興味あるエピソードがありましたが、これいいですね、大きく映りましたね。あれは結局 CG で人間にできない動きをこう多分やったんだと思います。宮崎さんというのは一生かけて人の動きを研究している人ですから、それが何ていうか関節がまるで外れてた、外れた人が動いたみたいになったり、そういう動きしないのがこうなったりしたんで、すごく腹立たれ、腹立ちようもたれてるのよくわかります。その前の日ぐらいに僕会ってたんですよ、話してて映画の中の素晴らしいシーンの話いろいろしたかったんで、ああそうか、宮崎さん人の動きに一生かけてる人だからこそ、理解でこんな動き何でもできますって言ったら頭に来るよなと、ほらもう顔になってきたでしょで僕の絵は大体左から左やってますので、こっち側を明るくしていく。なんで左から左やってるかというと、不思議なことに右側から左やってると過去を振り返ってる感じになるんです。僕たちなんか世の中で大体こっちに進んでいこうが未来に進んでいく感じする。なぜでしょうね。ただ字を書くとき確かにこう書きますから、こっちが前の感じするんですよ。字ってこう書くときに右手で持ってね、左から見てますから、で僕の絵は見てもらったら全部ね、だから、左から左来てるんです。どの絵も例外ごくたまにありますけど、ほとんどそうです。ちょっとこれ最近思ってる大事なことだから言っておきますけど、でも音楽もね、書いてる人の精神がそこで出てるから、指示を聞いてると、その精神に同化されていくんです。だから行進曲聞いてるとこういう気分になりますしね、楽しい曲聞いてるとこうなりますけども、家のよく見えるところに飾るところに、あんまり悲しい絵とか怖い絵飾ると体に良くないですね。あれは絶対皆さん、言うとか僕の友達で止めてるのにかけて、一家病気になってしまったんです、僕は実際にあるんで。やっぱり僕もいろんな絵描きますけども、僕自身が人生結構肯定的なんで、むしろ絵がそういう役に立ったらいいと思います。なんていうか免疫力を上げたりね、回復。さあ喋ってないでもうちょっといきましょう。ショートヘアの人になってますけども、髪の毛はいろいろこういうね、こんなんもいいですね。こう2位にあって、僕キャラクター描いて、ちょっと憧れの人なんですけど、あれ、具体的なモデルいるのかな、2位にあって、ちょっとこう、額がちょっと広いのは、うちの母がそうだったからですけど、こんな髪の毛ですね。それでこうなるんですが、さあ、ここから下が、どうしましょう。これ、どんなポーズでも今ありえるんですね。こう、後ろ反ってるようなポーズもできますし、肩がこう前に来て振り返っているポーズもできますね。どうしましょう。でもちょっと迷うところです。でもそういう時は書いてみて、あ、いいなというポーズになった時にいらないと消して押していくんです。今こうなるとちょっと後ろ向きで普段書かないポーズになってますね。これ一回これしてみましょうか。僕振り返りが好きなんですけど、ここまで振り返れますかね。どうでしょう、ここを振り返る、ここまではちょっと顔を向けないかな。肩がこれぐらいの方がいいですかね。それでこう振り返ると背中はこう反りますから、でこう胸がこの辺に来るかな。これちょっと難しいです。あんまりモデルさんこういうポーズ、僕は自分でモデルさん頼んで家で描くこともありますけど、絵画勉強中の人はモデルクラブで大勢で描くのもそれも時々行ったりするんです。その時は僕自分でポーズつけられないから、ものすごい難しいポーズしてあるんですね、モデルさんが。僕は視点に立ってくれるだけでいいのに、こう振り返ったり。これが大学の時に読んでた男性のモデルさんで、限界に挑戦みたいな人があるんですよ。なんか10分ポーズやのにこんなことしたりしてね
いや、それあんまりなんもなんでもしんどいでしょうって言ったら、いや、私自分の限界を試したいんで、武道家なんかね、ダンスかなんかしてる人なんですよ。で、終わり頃になったらもうブルブル震えたんですね、書いてる方も手書きはないんですけど。で、大学のね、先生もしばらくしてたんで、大学で、こういうクロッキーの授業してたんです。モデルさんを短い時間で書くっていう。で、そしたら、最初、女性のモデルさんばかり来てもらってたら、女性とたちが、私たち女の子のヌードは友達同士描こうと思ったら描けるけど、男の子のヌードって描けないから男性のモデルさんも呼んでほしいって言われまして、それで男性モデルを呼ぶことにしました。そしたら、やっぱ面白かったです。で、また男のモデルさんが面白い人で、女性モデルも呼んできて、2人で同じポーズ並んで撮ったりしてくれるんですよ。そしたらすごいよく分かるんです。筋肉のつき方の違いとか重心の違いとかね。 それはいいモデルさんでした。ちょっと筋肉フェチの人で、自分の筋肉の名前全部言えるという面白い人でした。で、ダンサーしてて、体が締まってて、西安造形大学っていう琵琶湖の近所にある大学ですけど、ちょっと横になってしまいました。どうでしょう皆さん、これいいですかね。これで頂点が描きながら気づいたんですけど、いつも画面いっぱい上から行くのに途中から始めたから足が入るかどうかがちょっと分かりませんね。まあこれでいきましょう。手がこう来てますね。どうしましょうこの手。何か持ちますかね。普通前でこう踏んだりしますね。それからこれ S 字出しって言うんですけど、人の体ってこうなったらこう S の靭帯を何度もこうターンしていくんですね。まっすぐ棒立ちにはならないんです。で、描き慣れない人が描くと棒立ちにしてしまうんですけど、それでこういきますか。どないですかね。ちょっとなんか変化乏しいポーズになりますかね。どうでしょう。ちょっと変えてみましょうか。変えてみた方がきっと面白いですよね皆さん。これ今合ってるけども、どうだろう。でもな、これちょっといいような気もしますね。こうなってて、お尻の形こうなって、それで自分でも絵描いててですね、今これいきなり体のアウトライン描きますけれども、服描いてしまう時も多いんです。つまり服装を最初からつけてスカートだったらこうしてしまってね、でも描いてるとこう分からなくなってくるんで、そういう時は絵の状態では服着てるのに、描いてる時はヌードの時あります。ヌードで描いていって、これでいいだろうなっていうところでですね、服着てるんですけど、服着てる時もったいないから、ヌードの状態で一回写真撮っといてからちゃんと着てるんです。そうしないと、せっかくこんな綺麗なヌードで描けたのに、消すのもったいないなって思う時があります。ちょっとやっぱギリギリになるので、まずいいですね。まあ、でも普通に立ってますね。なんかちょっと変化が欲しい気がする。それと詰まったから、これは直そうかと思います。直すにどうするかというとですね、顎の位置を上げるんですよ。つまり途中上げてもダメなんです。顔の大きさが変わらないと上がりませんから。それでちょっと今顔を小さくします。いらんこと喋ってるから10分経ちそうですね。あ、もうじゃあ急いで。そしたら、まあ、これぐらいでももう陰影つけていきましょうか。手をちょっと変えましょうかね。で、向こう側の手が全然ね、どこへ来るのか決まってませんけど、じゃあ陰影というか明暗つけていきます。肩をもうポーズ、じゃあこれでいきます。あんまりごちゃごちゃ揺れるとよく開けてしまいますので、お出前でね、もう今回はこう広いし、新作全部新作で入りたいから、もう必死で描いて、最後の時かなんか朝5時まで描いてたんですよ。でもその時調子出てるからね、やめたくないんですよね。だから融通聞いて、固定あと1週間伸ばしてあげるとか言われたらダメでしょうね。気が緩んで寝てしまうし、最後乗ってきたらやっぱり調子出て描いてて面白いですね。これこっちの足しか描いてないから、向こう側の足どうなるかちょっと今想像ついてないですね。足の位置もこれでいいかどうか。今顎を上げたから、顎を上げましたから、
顎を上げましたので、うん、肩と胸も少し肩こりでもいいね。女の人はあれしてる人ってこう肩下げるのうまいですね。あれね、練習するそうですね。うちの娘も家内もバレエしてたんで、だから胸も少し上げますよ。マスタードです。それで背中の方で、あ、ちょっとここ、腰こっち、ちょっとひねってるのにしましょうか。これモデルさん大変なんですよね、やってくれ言うと。体ひねったままだと絶対戻ってくるんです。でそれであの、ヨガしてた人は、なんかね、ここ、中心線通すんですって、心の中で。それでひねると戻らない。どうですかね、僕モデル、たまに学生相手にモデルやるんですけど、3分なんて僕ら到底無理ですね。まあこういう感じ、こっちに行きましょうか。だいぶできてきました。面白いですね、やっぱり喋りながら絵描くのが得意なんです。近所の、前も言ってましたけど、妹が電話して愚痴出したら、ちょっと待って絵描くようにするからって絵描きながら話だけ真面目に聞いたら、それはこうしたらいいとかで怒り出すんです。こっちだってこう持ってたり、なんか持ってるのにしますかね。どうしましょう、ここへこうなんか抱っこしてるみたいなポーズですね。で実際絵描いてる時も抱っこしてるポーズになったら、次抱っこするもんを考えるんですよ。よくやるのはめげと抱っこするんですけど、あんまりね、それもいつもやってると。でも今回もめげとね、ちゃんと人気だから、やっぱりなんかあるんですかね。これちょっと今ちょっとお尻がこっち見えてるぐらいにひなった風にしてみました。どうでしょう、ひなったのご意見は。こうですね。それでですね、まあ、こうやって書いていきます。もうだいぶ決まりました。もうちょっと変化欲しいですね。どうしたらいいんだろう。もうちょっと動きのあるポーズにすればよかったかな。わかりませんね。あ、そうか、こう後ろの足をこう引いたらどうなるかな。これ立てるかな。でもまあ、10分でまとまりつけると言いましたので、どうはしますけど、ちょっと偉くしていきます。まず顔をちょっと、描きましょう。やっぱり人物か、あ、そうか、今日ちょっとね、ポーズ決まらないわけ、分かりました。顔でポーズ決まるんですよ、顔つきで。それを今してなかったら喋るのに夢中になって、顔を入れてみます。片方ですね、ここ背中、光こっちから来てるから背中が暗くします。そう、顔入れ、これね、顔入れるとこあんまり人に見られたくないんですよね。なんでか言うと、描いててなんか変な顔とか怖い顔に結構なってしまったりするんで、入れています。ここが透明なところですね、ちょっとへこんでるところ。ここに顔をこう入れまして、眉毛入ります。これで太いから眉毛が太いです、ね、細くします眉毛入れて、で目の位置がこっち側をこう向いてますから、ここに鼻の位置くるんですけど、これ本当は黒くないんですね。ここは光が当たってるから実際わかるんですけど、一応わかりやすい。あの下ここ三角形になります。それから目が来まして、目がこれ目の上の線今入れてましたけど、これこっちに入れれば振り返ってるようになりますね。こっちの方で入れると、こう目ね、で向こうが入れると向こうを見てるようになる。これは書いてる年で書いたりするんですよ。この人あっち向いたりこっち向いたりしてるような感じになります。どうしましょう。これもね、意見言いたいって家で意見聞いたら誰もなんかあんまり言ってくれません、ね、で顔も今、線で書いていってますけど、やっぱり本当は陰影で影で影つけながら書いていった方がいいです。こういう風にして影つけ、顎のここの影綺麗ですね。ここは影、顎の影が入って後ろに影ついて、それから口もおよそに綺麗といて、あそこからまかけましょうか。真面目に鼻はこれぐらいですね。これぐらいの感じでしょうね。それから口がこう入って、上唇の下が影になって、下唇の下に影ができます。顔になりましたね。斉藤さん、僕だってさ、メーカーパーチストなんて面白いかもしれませんね。まず自分の顔をやったりして、顔入るとですね、結構その人のキャラクターが出てくるんですよ。僕ニーニャっていう自分のキャラクターがここに髪の毛を垂らしてあるんですね。
なんでこういうことを考えたのか知りません。それで、ほら、なんかこう思わしげな感じになりましたね。この思わしげな、面白くなってきましたよ、感じで、そしたら、この人が何を考えてる人かいうのが出てきますね。そういうのが分かればですね、その構図が決まってくるわけです。悩んでる人なら悩んでる構図にできるし、決然とした人はここね、ここに反射がいるんです。肩とか胸とかね。だから女の人が白い大きな襟つけるとすごい綺麗に見えるんですよ。下からの光でここが光ってね、なんでかというとここの輪郭線がぼやけて見えなくなるんです。そしたら男ってバカだから理想の線を自分で勝手に引いてしまうんですね。それが夢と寝かさの下ってやつです。夜輪郭線ぼやけるでしょ。だから遠くから見ると見えないでしょ。だから傘さすと上のトップライト消えてフラットになるから顔の輪郭線がぼやけるんです。そしたら男の人はそのぼやけた線の中に自分の理想の線引いてしまうんです。だからこういうクロッキーでもうまいクロッキーはあんまり線引いてないんです。角度難しくはかなでも別に構わないんです。ポイントだけ書いてね、いらないところを消しておいたら見た人が勝手に理想の線を引きます。それで今これ顔の最初形決めるためにごっつい暗い線を描きましたから、これが結構邪魔してるんで、そういう時は外側ですね、外側から顔をこの輪郭線削ってしまうんです。バックと同じ色にしてしまうわけですね。そしたら逆にその残った線が可能性になるんですけど、ここで大事なのは最終的には線はないんです。僕ら頭で想像してるだけで物の境界を、だからこっち内側からも線消していきます。で実際は線あるはずなんですけども、その明暗の違いだけで見えてるように作っていってしまうわけですね。もうそうなってくると絵は結構完成の域に近づいていて、これだから途中省略してどんどん顔を今さっき描いてるわけですけど、ここを描いてここを描いて、ここも線あまりはっきりさせない方がいいですね。それから、目の下は上の影になって、上から光来てても結構影ができるので影作ります。鼻はこっちから光来てますから鼻はこっちが影、ここが暗くなりますね。でこう大体ね、絵描きって人に描いてるところ見られるの嫌がる人が多いらしいですね。僕の知り合いではあんまり見せて描いてるところ見せるようにいませんけど、僕でもちょっと面白い人で学生に課題出したら学生の前で一緒に描くんですよね。そして一緒に描いてその絵を今出した課題先生だったらこう描くことを実践するんです。そしたら学生にしたら、ってあんな簡単に書けるのかいう感じで、割と安心して課題どんどんやってくれました。で、ここには消して明暗だけになります。ちょっとこういう時顔が消して、いらんとこまで消えてしまうと面白い顔になったりするから、ちょっと書いてる子があんまり人に見せたくないんですけど、すぐ今日は戻しておきましょう。まあこんな感じですね。なかなかちょっと魅力的な人になってきましたよ。ピグマリオン効果いるんですね。ピグマリオンってギリシャ神話の彫刻家の若者で、自分が作った象牙の像に惚れてしまって、どうしてもその人に会いたいって神様に祈ったら、神様はまたゼウスだよ、煩悩的な人です。その像を生きた人にしてくれるんです。でそれを映画にしたのがマイフェアレディ、自分で理想の女性を作ってそれに惚れてしまうっていう映画ね、あれピグマリオンっていうのが原案です。はい、眉毛も入れます。まつげやっぱり入れたいですね、同じ人だから。これでちょっと横向きすぎたらこれぐらいにしましょう。こういう感じ、あちょっといい感じですよね。で、あと足元がこれ決まらない、今顔ばっかり夢中になって描いてましたから決まらないので、これ後ろにかなり後ろにこう持っていきます。分かりにくいから色を新たにちょっと変えてこうしましょうか、ね、後ろ姿勢よく立っていることにします。
して姿勢よく立ってることにして、向こう側の足が決まりませんね。とまあこんな風にして書いていきます。それでまあこれでどんどん追いかけて書いていってもいいんですけど、これで後ろの足をちょっとこう後ろに刺すと、こっち側の足がこう前へ出てきて後ろへこういってもいいですね。こっち側の足がこうね、ある程度書いたところでですね、よく家でも書いててわからなくなるんです。でこっちの手はどうなってるかわからないから、ちょっと奥さんにこの手わからへんからこれやってくれるって言ったら、それはしてくれるんですね。そんな緩和なんだよっていう感じでやってくれる。で今日もですね、ここまで書いてきてですね、こういう風に本当に立ってもらったらどうなるかというのをちょっと実験したみたいんで、幸い会場を見たところは顔見知りの方がいらっしゃるので、ちょっと出てもらってポーズしてもらおうと思うんです。誰か分かります？後ろから2番目の、いやいやあなたですちょっと出てきてくれますか。モデルしてもらったことある人なんですけど、服が違いましたか、ね、あ、いいですね。下ワントルクだから足の線見えていいです。そしたらこう、わかります？そこへ立ってこっち向きに立つ、その柱の辺に立ってください。スクリーンの向こう、それでこっち、体反対です。こっち向き、そうそうそう、スクリーンの方向いて、それで、ヒールが低いんですね、その辺で、はい。それでこう姿勢よく立って、肩もうちょっと同じです、こっちの肩、はい。で、左足を、右足か、右足を引く、そう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 、はあ、なるほどね。もうちょっとね、どうしたらいいかな、胸を、はい、ちょっと反らしすぎです、もうちょっと肩前、こういう感じでポーズいつも決めるんです。いいですね。それで、はい、もうちょっとなんていうかな、あんまり後ろしかなくていいです。ああ、そうかな。お腹ちょっと引く感じかな。あんまり無理を言うと、あれです。ああ、それで、顔もうちょっとだけこっち向きですね。いけますそれ。10分間ぐらい。みんなは上でちょっと、もうちょっとこの辺見てもらって、もうちょっとこっち。もうちょっと。顔自体もちょっとそっち。それぐらい、はい。そうか、分かりましたね、どこがまずかったか。足の位置がちゃんと前後してなかったんです、これ。それで、じゃあちょっと直してみます。あ、そうか、位置からあれを変えた方がいいですかね。どうやらあれをって失礼ですけど、でもね、この上からいきましょうか。せっかくここまで変えたからね。ちょっともう一枚用意したんですよ、クロッキーで。この肩をこのまま、10本ほどで書くんですけど、やりましょうか。そうします、予定通り。これが僕の最初イメージで書いたのですね。そしたら今度はこの方を今立ってくれてる形で10分、もう10分やと終わってしまうんですからね。あ、また大丈夫ですね。じゃあ10分でクロッキーしてみます。いわゆるあの絵みたいなサラサラっと描いた絵で描いてみます。じゃあいきますよ、サラサラと描けるのが欲しいよね。サラサラ両手に筆を持ってね、いきます。では誰か10分測ってもらってもいいですか。誰か測ります、時計も2分間測ってもらっていいです。10分で勢いつけて、で大概ね10分経ってちょっと待ってっていうんで、もうちょっとかかして、いきます、スタートです。頭ここですね、面白いリアスタイルになってます。それで、髪の毛がこう、で絵描くと気合が入るといい絵になるんですよね。でも喋ってると喋る方が楽しくて気合があんまり入らない場合が多いんですけど、今さすがに見せてるんで、どこ見せようと思います。あんま思ってないです。結構生徒相手にやっても失敗してるのを見せた方がみんな安心しますからね。僕は自分ありのままでいいと思ってるんで、ありのパパでもありのままでもいいんですけど、僕はありのままでいいと思ってるんで、失敗したら失敗したらそういうもんなんですよっていうことを分かるし、この服いいですね、ドレープ、うん、それいいですよ、すごくこの服描いて面白いですね。背中こうして長い髪ですね、この辺で服のところ行きますね。
それから降りてきて腕の長さ、結構あなた背が高いから腕長いですね。そうですね、もう腕は手がちょっと見えないのが残念ですね。で、自宅のアトリエとかで描いてたら、ね、腕見えないからちょっと上抜いてくれるとか言うんですけど、そこではちょっとそういうわけにいきません。ね、いいですね、久々にちゃんとした動きかけてます。さて、ちょっとここ残念ですね。お尻の線がこう、その服を後ろに服に入れ、ずっとこう下に入れて、そう、わけにいきます。そうです。そうしてもらった方が、左側もお尻の形で出た方が、それはええとしたら絶対いいですが、ここに顎を取らなくなったら、やったら間に顎を直すときます。こうね。はい、それで、そんな感じで結構すいません、人前で。人前で若い女性にこんなこと出して、大姿勢が怖いですね。大姿勢が、ご指導悪いようになります。ですね、手がこうきました。ちょっと変わった。で、もうちょっと前でしたね、左手が。あ、反対。片割れ。そう。モデルさんって大変な仕事なんですよね。結構、僕なんか到底無理です。で、足がね、これがいいですね。膝で前で結構下がるんですよ、後ろ。で、まあ、これね、お願いした方がいいの、支援の形で分かるようになったから、これは紙で楽しいですね。やっぱり、この綺麗な全体の流れが出ると、でさっきは無意識にね、ヒール履いてる足の形変えてしまったんです。でもよくヒール履いてる人だったら、でも、この人は平たい靴履いてるんで、でこれですね、これだと足前おかしいなと思うんです。これをこっちの足かくとバランス取れるんですよね。こっちの足さらに後ろへ行ってますから、さらに後ろへ行って、これぐらいさ、また後ろへ行きますね。これぐらいで、そしてここ、これがね、味わいの、ここ上がるんですね。この上がることで床の平面が出るんです。こっちがこうなって、こうなってね、ここで足が V 字型になってるのが分かる。これね、プロの服で学生なんですぐ足揃えてしまいますけど、これが出ると床の平面が感じられるんです。床の平面が出ると人がちゃんと立ってる感じがします。これ大事ですね。これがなかなかできません。できません。偉そうにな、おっさんしかし、まあ、60年間ね、6つの時から書いて、8つから書いても60年間ですからね。それはどんだけ書いてたら多少は上手くならない。でも書いてたらな、やっぱり打率低いですね。10枚書いて2、3枚です、いいのは。でも一郎だってね、3枚ですから。こんな感じですね。結構感じ出てますね。いいでしょ、いいでしょって、本当に好きなこと言ってます。こうね。で、顔が立たない方が、もうちょっとこっち振り向いてます。それ、はい、立たない方が時間かからなくていいし、としたらかからなくてもいいんですけど、今せっかく皆さん見てらっしゃるからね、顔をちょっと入れてみましょう。眉毛これぐらいですね。振り返ってていいですね。この振り返り、振り返りのポーズ好きなんですよ。モデルさんは迷惑だけど、モデルさんには申し訳ない。鼻がこうきまして、鼻がこうきて、それで目が、これもね、省略していいとこと悪いとこは大変なんですよね。意味のない線描いてしまうと、あれ、それと、まあ、もうこれは皆さんにも許してほしいんですけど、このこういう顔を描くとですね、絵描きの描く顔はもう自分の描きやすい自分好みの顔になってしまうんです。何なんでしょうね、それ。だから、あ、そうか、逆に言えば、自分の好みの顔とモデルさんの顔が合体してるから、まあ、僕はもう子供さんにもいますけど、若い絵描きさんで、そのモデルさんと子供できたりしたら、こんな感じなのかもしれませんね。で、今なんか顔にごっつい、あれが、絵の具の塊が来てますからね、ちゃんと消しときましょう。ここが入ってます。ここが入ってまして、やっぱ描きやすいですね、モデルで言うと、それ見て。でも自分の絵の場合は、絵自体を作るんで、モデルさんはあんまり、なしで描いてるわけですよね。こうですか。
影がよく分かっていいです。これ本当にやっぱりモデルさんっていうのは必要な職業ですね。顔を額はここだけ光当たってます。なかなかいい顔でしょう。結構どうですか、物を思わしげんとご本人笑ったりますけど、私あんな顔じゃないよみたいな。どうですか、ちょっと影が入って、こっち側はあの元のシルエットになってますね。影この顎の丸い感じが女の人の魅力の一つですね。あんまり前だと。そしてここに光、さっき反射入れましたけど、この方の場合は今反射あんまり入ってませんね。それから首の後ろの、あ、首もっと細かったです。色塗ったら分かるんですけど、これぐらいですね。それからこれぐらいですね、首。あ、アップ、素晴らしい、ニミさん。ありがとうございます。ですね。この髪の毛もこれいいですね。ギュッとこうなってるのとかが。まあ、こういう風にして、はい。これでね、ほぼ何分ですか ?10 分ですか ?10 分かかってませんからね。あとどれくらいありますか、まだ2分もありますか。すごいな、井上君やりますね。実際にあのモデルさん頼んでから大概時間オーバーするんで、もうちょっと待って、もうちょっと待ってってなるんですけど、じゃあせっかくだからね、これなかなかあのいい感じになってますから、もうちょっと倒せない。だからそんなこと言わんと、体の影も簡単にできますよね。まあ、結構、ね、ボリュームありますね。失礼なんで。結構って何を最初から分かってるかとか言われて、こうですね、毛が思ってたように服をかぶってここまで行きますね。今改めて書いてるとこれぐらいですね。こう来て手の指で5本並んでるけどね、これ同じじゃないんです。これがかぶの大変で、誰が失敗する。これあのピカソがすごいことを言ってますよね。手がかけたら一人前の画家だ。本当そう思います。僕まだ一人前じゃないですね。これからです。これから上手になりますから、皆さん待ってくださいね。見せないで頑張ります。あの絵の見え方がちょっと先とかあったかな。少し左の腰をちょっと前で、反対前だ。そうそうそう、ねえ、マジで言われた怒りそうなことを言って、お尻ちょっとこっち向けてとか、腰をあっち振ってとか。あ、いいです、このフロッキー割と。自分で採点したら85点ぐらい。はい、ありがとうございました。どうも。あ、こんな風にして描きます。そしてですね、これ面白いでしょ。さっきの絵と比べるんですよ。ちょっと持ってもらいましょうか。あの、すいません。文化村の係の方、これ重たいけど持ってください。ちょっと並べて、右で持ってきた方がいいかな。持ってもらえますか。で、もう横に並べて見つけて、違いますね、作った感じと。あ、カメラの正面でこうですね。はい、すみません、お問題なんです。これがですね、頭で作った人間と生きた人間の違いですね。面白いでしょ。なかなかないことですよね。立ち方がやっぱ自然です。あっちはあの無理に正してる感じで、あの足が、これがね、僕できなかったんです。この足、もうちょっとこのこっちが後ろへ降りてこういう感じですねに描けばよかったんです。それと顔の角度があっち垂直になってますけどね、これ絵描くとすぐ顔を垂直にしてしまうんです。人間ってやっぱ描きやすいように。でも顔って大概どっちか傾くんですね。上向いたり下向いたりこっち向いたり、これが自然に出てるんですよ。こっちの方が、これが顔がね、まっすぐ丸で招きのように立ってます。まあ、そういうことで僕の絵の人物をそれ見てもらうと、その辺を描きながら必死で苦労してですね、自然な立ち方になるように努力して描いてるんです。だから、うん、こんな人いるかもしれないなと思うように絵が描けたら、それはあの僕がうまいことを描いたっていうところなんですね。一番この中で気に入って、はい、ありがとうございます、おろしてもらって。なかなかないでしょ、嘘の絵と本当の絵とね、実際に描いてたら出てきてもらってよりはなかなかない。まあ、こんな感じであのいつも書いております。で、実際あの変わりますか、はい、実際に絵描いててもポーズわからなくなって、ちょうどその時気合わせた人とか、知り合いとかに
あのポーズしてくれるって言って、あのしてもらってかとかもあります。手だけとか言ってうちの奥さんに、ちょっとあの手してくれて、うん、手なら手ぐらいならいいわよとかね、ちょっと足だけならいいわよとかやってくれますよ。いうふうにして書いております。で僕の絵の人物は褒めてもらうときは、あの立ち方で性格がわかる。毅然としてて、だけど優しさもあってみたいなのがわかるとか言われまして、そういうのが言ってもらえたら本望ですね、書いてあるっていう。でこれはあの田村茂さんって僕の好きなアニメーションと漫画とイラスト、絵もたくさん描いてる作家さんがいるんですが、僕なんかと違って三遊亭の線みたいなのでピュピュピュと描いてあるんですよ。だから僕写雑にスカスカと描いてるんだと思ったら、この前行って話したら違いますって言ってましたね。目、その人になんか目を点で打ってあるだけなんですけど、その点のような目を打つためだけにこんなあの拡大鏡のゴーグルかけて息を止めるようにしてこう点入れるらしいですね。そうしないとその人物が、例えば漫画で海辺に博士が立ってるとこを描いても、なぜ立っているかということがその絵からわからないとダメなんです、ね、不安な気持ちで立っているのか、毅然として立っているのか、物思いに沈んで立っているのか、立っているポーズでわかるっていう、その人の絵本を見たら本当にシンプルな絵なんですけどね。それ聞いてさすがにアーティストだなと思いました。僕も絵を描くからにはその全ての人物、これなんか大勢人物入ってますが、一人一人がどんな過去を持ってて、どんな性格で、その時何を思って立ってるかが立ってる姿勢で分かると思うんですよ。それを書き表すのが画家の仕事で、そういう絵は見てて楽しいと思います。何度見てもこの人どうもこういう人らしいというのが分かりますよね。そういう意味で絵描きっていうのはやっぱり一生かけての仕事で、まあ、僕はそれうまい具合にやらせていただけてすごく幸せだし、こうやって話するだけどうできて書いてるところを見てくださるので嬉しく思います。で、あとまだ10分ぐらい時間あるんですけど、ご質問の時間と思ってましたので、今までのところとか他どんなことでも結構ですので、何かお聞きになりたいことあれば、あの質問5つぐらい答えようと思いますので、よろしかったらどうぞお聞きください。何かありませんか、聞いていただいて答えられることは答えます。ちょうど今私僕の知り合いがやって、知り合いじゃなかった人なんですけど、若い学生さんが僕がどうやって絵描くかの今本に作ってまして、最初は課題で32ページ言うたかなの出すのを作ってインタビューに来たら、よくそういう人あるんです。この前なんかカナダからイヌイットの多分女の子ですね、小学生の子が来てじゃないな、メールが来てね、英語ですよ、英語のメールで、井上さんのことを発表会で発表するから小さい時のことを教えてくれるんですけど、英語で返事が分からなかったんです。もうビビりましたけど、そしたら、自分の写真入りで、うちはこんな家で育ってこんなんで、すごく喜んでくれて、で私こんな絵描いてますって送ってくれたんです。カナダから今メールでね、すぐ来ましたから、見たら僕の小さい頃より相当うまかったから、いやあなた才能あるからもう頑張ってください、お友達になりましょうって、またメール来たんで、3回ぐらいやり取りした後もう英語あんまり大変からそのままになってます。よくそういうのに聞く人あります。それで、言われても質問があまりなんていうか当たり前すぎたら答えないんですけども、この前来たその本作りたい人はすごくいい質問だったんで、今ちょうど編集しておりまして、その編集過程でこの前宮崎駿さん1時間半のインタビューに応じてくださって、その本に載せるために井上ってこんな人だっていう話をしてくださって、そのあと田村茂さんもやっぱり1時間半ほど、あとミュージシャンのね松尾さんも本郷さんとか中村ゆり子さんとかいろんな人が井上はこんな人だっていうのを言ってくださって、ぜひ読むのが怖いですけど、僕読んでないから、まあ、それによると井上さんは物事のタイミングがすごいうまいこと合う人だ、初めて固定するのに案内状を出したら宮崎駿さんが見に来て、画家になるって言ったら田村茂さんが出版社を見てくれて、井上さんは幸運なんだろうって知らない人は言ったんですけど、僕は幸運というよりはそれは意味があると思う、いらん話してますね。じゃあご質問何かありませんか、何でも答えられます。
答えられるのは答えます。昨日その本、はい、どうぞ。はい。本日のお話ありがとうございます。はい、いえいえ、なんかちょっと取り留めない話になりましたはい。面白かったです。そうですか。はい、面白いですよね。なかなかないですよね、こういうの。はい。すごい。はい。先ほどすごい、絵を描くときに楽しい。ああ、そうですね。私も、今、美術大学に入って、はい、絵を描いてるんですけど、はい、すごい苦しいんですよ。そうでしょうね。そうでしょうね。全然失礼だけど。失敗しちゃうと、直すときとかにすごい、こうじゃないって思ってしまって、楽しく描く秘訣があったら、教えていただきたい。直すときってどんなときですか？いや、なんか線がなんかこう形が違うと。違う僕今直してましたよね。そうでもあんまり苦しそうじゃなかったでしょ。そうですよね。それはどうしてでしょうね。僕はあの学生さんたちも他の絵描きさんもあの苦しい苦しいって言われるのがよくわからないんですよね。その直したら前より良くなるんだからね。直すことは楽しいことだと思うんですよ。直すと、あ、良くなったってさっきね、僕よく出したよね。うん、これでいけるみたいな、これもね。だからそのみんな見てて思うのは何かね、こうならなくてはいけないみたいな思いがあるんじゃないですかね。そうじゃなくってその間違った線引いた、それが面白い線かもしれないですね。直した線がまた面白くなるかもしれないし、それが最初、あ、分かりました、よくあるパターンなんですけど、最初思ってたのと違う絵になってしまったらね、これはまずいと思い出すんですよ。僕はそれがまずいと思いますね。その違う絵になってしまったら、その違う絵をどんどん描いていった方がいいと思います。あのここに描いてある絵でも結構そうなってしまったのが多いんですよ。あの描いてるうちに違うものが見えてきて、あのあれ、そこにある変形の面白い絵ありますね。あのこんなドーム型って言ってますけど、そこ2つ、あれの右側の絵も最初はあの山、普通の岩山だったんですね。それが形が自分で描いてて分かんないから高校生みたいな入れてみたんですよ。そうしたらあのインカって段々畑の民族が、インカの段々畑、マチュピチュってありますね。あのマチュピチュの周辺全部石の段々畑なんです。それが半端じゃないんですよ。あの2000メートル、3000メートル、あれ4000メートルぐらいあるはずなんですけど、そこから海岸まで段々畑なんです。そこを降りていって海で貝取ったり石を取ったりしてまた階段上がってくるんですね。で僕それ描いてるうちにこれ巨大なマチュピチュみたいだと思い出して、最初思ってたこの山があってラプサがいっぱい飛んでてという絵と全然違う絵になったんですけど、なった結果オーラで、そのこうなってみたらもう絶対そのマチュピチュの良さも出てるし、だからあの間違って辛いのは何か答えがもうあるはずだと思ってるんですよ。その答えに近づかないから焦れてるんでね。でも違うんです、出てきたものが答えなんです。答えがあってそこに近づけなきゃならないと思ってるとしんどいんですけどね。こうなってしまったんだからこれが正しいんだと、この人を嫁さんに選んでしまったけど間違いかと思ったけどこれが正しいんだというふうに、人生、僕の人生の秘訣なんですけど、怒ってしまったことは必然的に起こったんだから正しい。誰かに裏切られたり、誰かが嘘ついたり、誰かがこういじめたりしてもですね、そうしたそれに通達の理由があったんだから、そのことが良いとか悪いとかじゃなくて、問題は未来でそれに自分がどう対処するかってことですよね。こうなってしまったあの時何かに当たってしまう、もうそれは後ないかもしれませんけども、どっかぶつかって怪我してしまったと、それはもう怪我してしまった、そこはもう肯定するしかないってなってしまった。じゃあその後どうするかなと、じゃあ今回は右手怪我したから全部左手でやってみようとかね。水野さんなんかは何かそういう思いがけない事故とかアクシデントだったら、もっと大きい大変なことを避けるためにあったかもしれないということをよく言います。で僕なんか大学に出て入社試験の時に君の人生のことは何ですかって聞かれたんですね。それで答えたのが、外的偶然を、外に起こった偶然を内的必然、自分の中ではあれは必然に起こるべきして起こったもんだと考える、そういうふうにしてるのが自分のその本当だって言ったら、審査してる人がよく分からないから詳しく説明してくれって言います。だから何かがたまたま電車が遅れて、乗り損ねたら、これは乗り損ねるべき何かがあったんだと考えたわけです。
だってもう怒ってしまったんだからそう思わないと仕方ないし、むしろそう思ったらじゃあ今何ができるかっていう方に考えがいきますよね。遅れてしまったって言ったんだから。それで僕昨日も言ってたエピソードで思い出したけど、ちょっとごめんなさいね、ただちょっと続けます、ね、あの上昇気流っていう映画あるんです。ジブリであの女の子が上昇気流に乗ってバーッと飛ぶシーンですね。あの絵ですね、最初15万円だったんです。ここのハンガーより安かったんです。誰も買わない。まあ、その前はさらに女の子いない住まいの対応かみたいな値だったんですけど、上昇気流になってもまだ15万円で誰も買わない。あれ、これ絶対いいと思うのになと思って、次の展覧会でちょっといい場所の展覧会したんで20万にしたんですけど誰も買わない。なんでだろうと思って、それ東京で初めて5年した時に持ってきて、ピンポイントギャラリーってとこであれを25万円に付け出したら宮崎さんが来てる。その時は何も言われなかったんですけど、彼らからスタッフが宮崎があれが欲しいって言ってますのでって25万って言ったんで、でそれはジブリのアニメーターの人が、その後持ってましたけども、あれ15万円の時売れたら耳を澄ませばなかったんです。だから売れなかったってことが一つはその広い意味合いにつながってるわけです。だから今も絵が誰かが共感してくれたり、みんなが分からないって言ったりするし、自分で言うと変な絵になってしまったとか、なんでこれダンダンだけになっちゃったのとか、意味のないところに像みたいなのができてるネゲトになっちゃったとかあるんですけど、そうなったことをむしろ肯定したらいいと思いますね。即時言うのは簡単ですけども、でそれに秘訣があります。そういうのを描くときって自分のイメージ描いてるときですか、撮影してるときですか、どっちですか。両方ですか。でも写真してる時が多いかもしれない。そうですね、目の前にあるので、目の前にね、比較対象があるから、写生することね、物を見て描くことが実は空想することの秘訣なんです。空想してる時、頭の中にあるものってはっきりは見えてないんですよね。でも何かをこう写生して描いた後だと、そこにあるものがね、ぼんやりしてても形が見えてくるんです。だから想像を広げるコツは現実を一生懸命なぞってみること。人間の行動でも、あの人はこんな時どうするだろうっていう行動はやっぱりその同じような行動をしてみないとわからないから、絵描く時も、自分は空想の絵描くから現実なんかいらないんだということは全然ないです。むしろ現実を徹底的に描いた方が空想の世界でこうやるんです。だから僕は空想の絵描きたいという学生にはいつもそう言います。とにかく目の前にあるもので描きにくそうなものは何でも描けるようにしたの。丸めたポリ袋とかね、銀紙のくしゃくしゃにしたのとか、煙が上がって雲が移動しているところとか、どんどん大変そうした水水面が入ってたり、そういうものをね、片っ端から描いていって、目の前に見える限りのものは何でも描けるという状態になってくると、心の中に見えたものも描けるんです。だからまあその辛いのは分かりますから、全然石膏と変えたのに似てないですね。そういう時はこの似てないところが私の味だと思って先に進むといいと思う。僕も学生じゃなくて面白い感じてるけど、先生とか友達にはみんな変えたってことを自分の顔に似てるって言われて怒ってましたけど、今みたいに似てますね。一番似てる顔になるんです自分の。でその後その家庭内の人にまたあるんで、これ、まあ、その部分はピーピー出るわけですけど、自分の人が見てる人の顔になるから、結婚してたら、ね、やっぱり奥さんの顔になったりします、ね。まあ、そういう意味でも僕なんか妹の顔最初に出たりしたけど、今はいろんな方にモデルさん頼んだらみんな描かせてくださるので、それでいろんなタイプの人を描けるようになってきて、すごい嬉しいことですね。みんなそれぞれに顔してらっしゃいますから、それぞれにね、いい性格、それぞれ生きてきたなんか味わいがあって好きです。いろんな人もいたんですけど、すいません、長くなって喋る時で、他もう一人ぐらいいいですかね。お時間になりましたけど、ありがとうございます。はい、すいません、あんまり答えなかったんです。なんかありましたらどうぞお聞きください。もう一人か二人ぐらいはいいですよね。まだいいですか、何かございましたらちょっとよろしいですか。はい、どうぞ。ちょっといつものはい、このイバラードで
立って、はい、皆さん、深川にいるようにさ、お願いします。はい、橋先生に教えていただいたり、リバランスでいろんな色を使って、はい、この質感とか、そうです。はい、そういうことです。やっぱりこの辺の人物をこうやって描くというのは、色の使い方とか、混ぜ方とかっていうのは、やはり違うっていう。同じです、はい、人物も石ころも金魚もトンボも描くとき意識して、一色なんかないです。これやるときはもう形に集中しましたんで一色で描きましたけど、これなんかね一色じゃないですよね。これ最近作では気に入ってるんですよ。この白いクロッキーですね。 薄い下っていうのがさ、これですね。これ気に入っているのは何気に入っているか、どういう風に描いたりすると淡い色のところでさっきさーっと淡い絵描いてしまったんです。そして全体が頭に入った時に鉛筆で形入れたらものすごい色が入ったんですね。あれいいやり方でした。今先生知ったらまた学生にあれやってみるとか言うんですけどね。だから違いはないです。そっか、これもそれでしてもよかったですね。はい、はい、別に人物だからといって違いはなく、大体いろんな色で描いていって、で白で明暗ハイライト入れていってというやり方が多いですよね。つまり先も言いましたけど、ご質問にあって、僕はルールを決めないのがルールなんです。こうしないといけないと思わないのがルールで、なってしまったことは正しいと、なるまでを頑張るという、なってしまったらもうその時というのが僕のちょっと分かりませんけどね。はい、もうそのいいですかね。答えなのでですけど、いつもながら。はい、じゃあ、今日はこんなところでよろしいでしょうか。もし何か特にあればまた後からね、本サインとかするというのでも実感に聞いてください。どうも長時間ダラダラと好きなこと喋ってすみませんでした。どうも今日はありがとうございました。